皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、ラバちゃんのこちらユーロトラックシミュレーターのおすすめモッドをご紹介していきたいと思います。本日もですね、皆さん大好きワークショップのモッドでございます。はい、ルートアドバイザーということで、まあコンパクトナビゲーションをね、いつも私使って皆さんにもご紹介しておりますけども、こちらコンパクトナビと同じ感じなんですけども、ルートアドバイザーが見えやすくなってるということになっております。はい、で下のですね、右側にこちらインフォメーションのあれですね、よくここに中央に出てくるやつがハンドル隠れちゃうので、多分右にこういうやつですね、キャンセルとかのやつが出てくるようになっているということですよね。多分これね、ここまあハンドル確かに見えなくなっちゃってたんで、右に出てくるのありかもしんない。これ多分だから配信でやるとちょうど俺のアバターの裏になるっていうことですよね、多分ね。で上にこれが出てきてて、でここに多分マップが出てくるようになるということだと思うんですよね。うん、こんな感じですよね、これこの感じになると。あ、これリエージュって日本語で書いてあるんで、これワンチャンあれじゃないですか、日本の方が。ハイネオン様、あーなるほど、これちょっとあれですね、日本の方ですね、これ。パトリックさんが制作したルートアドバイザーモッドを参考に修正を加えたアドバイザーモッドでございます。あーなるほど、これあれですね、初代コンパクトナビゲーターのやつに修正を加えていただいたということですね。で初代のやつがちょっとなくなってしまったので、まあ、前回違うやつご紹介しましたけども、こちらの方もかなりいいと思います。はい、で下の方に行きますと、これあれなんですよ、こちらですね、ボトムインフォメーションって言って、上にこちらバーござあるじゃないですか、これインフォメーション、これが下に来るバージョンもあるというところで、下にバージョン欲しい方こちらの方クリックしていただいて、これですね、下の方にこの感じでインフォメーションが出るようにもできるということになっておりますので、こちらの方まあ選択できますので、好きな方入れていただければなと思います。私は上の方が好きなんで、ちょっと上の方を入れさせていただきます。はい、ということでモッドマネージャーの方にやってまいりました。こちらでございますね。はい、ルートアドバイザーということで、こちらの方をクリックして矢印で入れていただきます。でバックグラウンドではないので、下の方に持ってきていただいて、で気をつけるのが、前回入れましたこちらですね、コンパクトナビゲーターの方を、一回出します。重なっちゃうんだよ。でこちらだけにするということになっております。そうしましたら変更確認します。はい、ということで、もうこちらこの運転席画面に来ましたら、もう適用されてるということになっております。めちゃめちゃでかいですね。うん、見やすい。で右端に来るんで、ちょうどあれですね、運転をしていて、コンソールパネルの部分の上の方ってことですよね。席のちょうど真ん中の方に見えるようになると。私のだからアバターのちょうど上ですよね。うん、で F7 を押しますと、ちょうど私のアバターの後ろに多分いるんですけども、多分今見えてんじゃない、私どいたんでこのような感じで右下の方にインフォメーションが出てきまして、上にルートアドバイザーが出るようになっているということになっております。はい、うん、まあだからあれですね、マップが上に出てるんで、 F5 を押すと上の部分がマップ変わって、下はアイコンだけ出てると。で F7 を押すとこのような感じで、 F6 だとこれですね、仕事のキャンセルが出てたりとかするということになっております。ショートメッセージがね、これで出たりとかしますね。はい、うん、まあ端に持ってくるっていうのは、こうあれですよね、真ん中の正中線上にあるとどうしても気が散っちゃうって方は、やっぱり右側にね持ってきたい方もいらっしゃると思いますので、かなりいいのではないでしょうか。はい、でマップ小さい方がいい方はいつものねコンパクトナビゲーションでもいいと思いますし、私みたいにですね、ちょっとまあ見えやすい方がいいよっていう方、まあ特にですね、ルート間違えやすい方ね、やっぱ大きいナビで見たい方っていうのは、やっぱりこれいいんじゃないのかなと。コンパクトだと絶対ナビちっちゃくなっちゃうんで、それがね一つ欠点だったんですけども、大きくなることによってですね、選択肢が生まれますんで、ちっちゃい方がいい人と大きい方がいい人で選べますんで、まあ、ぜひぜひこちらの方参考にしていただいてね、大きいマップで、コンパクトナビじゃないけどもセンター上の方に持ってきたい方は、こちらの方選んでいただければなと思います。はい、ということで本日はですね、見やすいコンパクトナビゲーター、こ
ちらの方を紹介いたしました。はい、ということで参考になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで皆さんまた次のねラバちゃんのユーロトリックシミュレーターおすすめモッドでお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。